女は外、男は中。こんにちは、 The Institute for Functional Medicine の認定医で内科医の松本明子です。だいぶ前だと思うんですけど、いつだったか、そろそろ下ネタお願いしますというコメントがあったからではありませんか。今回は久々に下ネタでいきましょう。といっても健康と幸せにとても大切な下ネタです。これまでセックスする男性はしない人に比べ心血管疾患が少なく認知機能が低下しにくく、うつなどになりにくいことと関連していることを何度か動画でお話ししてきました。男性はいくつになってもセックスすることが健康維持の面でも大切なんですよね。でもアトランドムにセックスする人の認知機能は早く低下するという報告がありますので、相手が誰でもいいわけではないというところがミソですよね。さてイギリスの研究ですが、50歳から89歳の6879人の男女の幸福度と性的な活動度について調べた研究があります。それによると過去1年間に性的活動が活発であった男女はそうでない人に比べ人生の楽しみの点数 Enjoyment of Life EOL のスコアが高いことが分かりました。特に男性では月2回以上のセックスや頻繁なキスや愛撫でよりこのスコアが高く、女性では頻繁なキスや愛撫でスコアが高くなっていましたが、女性では頻繁なセックスは関係ありませんでした。また月2回以上のマスタベーションもスコアの高さとは残念ながら関連していませんでした。男性は性生活への満足度が人生の楽しみと関連していましたが、女性では関係ありませんでした。ただしその時に親密になる感情は男女ともスコアが高いことと関連していました。男性では勃起不全、勃起が維持できないこと、男女ともオーガズムに達しにくいなど性機能の問題があるとスコアが低くなりました。まとめれば相手に恵まれると幸せという当たり前の話です。ところで皆さんもうお気づきのことと思いますが、この結果女性の私が読むとやっぱりなぁと思いました。もうめちゃくちゃ下世話な表現ですが、男は突っ込んでなんぼ、女は撫でられてなんぼっていう感じで男女の違いが明白。男性は気がつきにくいかもしれませんが、女性は女性ホルモンが減る50歳前後からは濡れにくく、入れられると痛くなってくるんですよね。それなのに男はどちらかといえば突っ込むことばかり考えてますよね。これは中年女性の立場からの発言ではありますが、男性諸子は挿入は最後のご褒美くらいに考えて、まずは女性をめでて撫でていっぱい潤うようにしてから最後のご褒美を求めると、お互いにより幸せになるのではないでしょうか。目いっぱいめでても年齢が上がるにつれて潤いにくくなることは男性もしっかり理解すること、女性も男は突っ込みたがる生き物と理解した上で突っ込ませるのをうまくかわして最後に持っていくように工夫したいですね。ちなみにアメリカでは DHA クリームという膣を潤わせるクリームが簡単に手に入ります。これ単なる潤滑剤ではなくホルモン剤で、膣の下3分の2にある粘液を作る細胞を刺激して粘液産生を促すので、より自然な状態が得られます。エストロゲンを全身投与するより個人的にはいい気がしますね。佐川ゴム工業株式会社の統計では、結婚相手交際相手とは世間一般に言うセックスですかと思うかという質問に対して、思う、どちらかといえばそう思うという答えの合計が30歳代と60歳代で 50% 以上、40歳代と50歳代では 60% 以上という報告があります。円満夫婦でも 53%、 仲良くない夫婦では 86% がないという報告もあります。性生活がうんぬんという前に心理的に仲良くないとそういう気分にもなりませんよね。まずはおはようの挨拶や、どちらかが出かけるときに抱擁してキスすることからでも始めてはいかがでしょうか。へえ、なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録もしてくださいね。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。